こんにちは、ナモです。パワープルプレイやっていきます。今回は皆さんからの質問、キクドアイラどう捉えたらいいの、そして同栄ホールスダンの行方はやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、昨日ループガチャのキクドアイラが復刻しまして、動画出してなかったです、解説の方ね。というのもこのキクドアイラの解説は、まあ、何回かね、過去に同じガチャ来たのでさせていただいていたのと、まあ、どっちかっていうと今の環境でじゃあどういう風に使ってどういう風にこう刺してあげたらいい形になるかっていうのを先にね、朝のサクセス動画で出させていただいてからこっち持ってきた方がいいかなと思ったので、そういう風にしました。なので朝のサクセス動画まだ見てないよって方はね、一緒にチェックいただければ嬉しいかなっていう風に思います。で、アイナちゃんに関してなんですけど、結論から言うと今引く必要はないんじゃないかなっていう風に思います。で、今からは将来性の話を僕が勝手に考えていることをずらずら話していきます。で、それを聞いて、まあ、将来的にこうガチャを検討したりとか、まあ、今のガチャを引いて、ああ聞いといてよかったって思っていただける方がね、増えればいいなというふうに思ってます。で、アイラちゃんはかなり特殊なテーブルをしています。で、それはめっちゃ強いです。はい。で、何が特殊かというと、練習効果 30% に、試合経験点がまずついてるというところと、精神と技術の基礎もな2つ、ここはまあめちゃくちゃ強いですね。で、固有でも試合経験点で 20% なんとついてます。で、上限もついてて得意練習率アップもついてて、かつこのレベル10の体力消費ダウンですね、これ持ってるキャラクターほとんどいないので、多分僕の記憶だとミヤビとかになってくるので、まあ、本当にこうテーブルは全てが強いというふうに言っていいと思います。かつ球速と変化球っていう、今ね、この投手で最強の得意練習とされているところの2種連になっているので、まあ、全く申し分ない。スペシャルタックも2種連だけど 65% ついてるという形のキャラクターになってます。で、超特殊能力も、二次得にできる新鉄仮面、そしてド根性というところ、そして投手で取りにくい敏捷点も入ってくるので、まあ、申し分ないキャラクターといえば申し分ないキャラクターになっているんじゃないかなっていうふうに思います。で、今現環境だけの話をすると、前目肩なんですね。前目多すぎるんですね。まあ、これに少年闇のでやったんですけど、まあ、やっぱりこうギリギリになりました。最終的なイベント感想がね、招き入れて、まあ、招き1個入れるとやっぱ回復アイテム1個持ってこれないっていうのもあるので、まあ、無理して今は入れなくてもいいかなっていう感じが強いと思います。ただ入れたおかげで急速と変化のほぼ3000点練習みたいなのがバチバチ来たんで、そういう意味ではやっぱりこう急速変化に枚数重ねるのは大事だなっていうふうには個人的には思ったっていう感じですね。で、投手の出来もそこそこだったので、まあ、普通に見られる感じかなっていうふうに思いました。まあ、そんなアイラちゃんの将来性なんですが、今んとこわかんないっていうのが正直なところです。で、個人的には、まあ、この金徳2種、そしてスタミナ上限アップとか上限の1種、かつ金徳確定で、まあ、この練習効果 30% テーブルっていうのは、まあ、結構もういっぱい出てくるかなっていうふうに思ってます。まあ、同じ水準のキャラクターでも十分強いんですけど、やっぱりこう徐々にね、こうゲームとしてはインフレの波に乗っていくんじゃないかなっていうふうに思ってるので、まあ、キクドアイラーがまあどうだろうなって言われる時代がまあ来てもおかしくないかなって思っているので、まあ、将来性的にはどうなのかなっていうふうに思ってます。あとは急速変化のキャラクターいきなりドドドドドッとこう年末前ぐらいから追加され始めてきたので、まあ、次の投資環境で同じ環境になるかって言われると、まあ、かなり分かんないところが多いかなっていうふうに思います。まあ、エジプトとか他の高校のようにこう練習ばらけさせるみたいなのが、まあ、いい形になる可能性もあったりするので、今これで引かなくてもいいかなっていうところです。で、まあ、そのさらに後付けではないですけど、まあ、やっぱり、キクドアイラってもうすでにこのチケットガチャ、年末とか、あとは826で入ってくるガチャで一応取れるので、なんかそこまで無理する必要ないんじゃないのかなって、個人的には思っていたりします。この辺とかで見れるかな。はい。まあ、こんな感じでもう取れたりするので、まあ、もし、本当にどうしても必要になったら、こういう形で選択チケで取れば、まあ問題ないと思っているので、まあそこまで、こう、ゴリゴリに、こう、今このガチャを引かなくてもいいかなっていうのが、まあ個人的な意見ですね。はい。っていうところと、皆さんから質問の多かった、同栄ですね。別バージョン、引けたんですけど、詳しいいいんですか？前のバージョンってやつですね。これはもういいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、まあ今のバージョンの同栄、
ていうのは、まあ、スペシャルタックが順繰りに上がっていく形になったのと、そもそも40で 80% つくようになったというところ、そして精神ボーナスもね、固有でつくようになったので、まあ前より圧倒的に使いやすくなったなっていう感じです。まあ技術に関してはね、正直誰かしらが技術ボーナス持ってたりとか、まあぶっちゃけこう急速と変化踏んでれば、まあ勝手に溜まっていく感じなので、まあ正直そこまで必要ないっていうのと、コントロールの上限もね、4に上がったっていうところで、まあ普通に順当なパワーアップだと思います。金徳もカリスマ二刀流火消し人、まあ両方確定なので、普通に、なんか前のバージョンの同様使う理由ってほとんどないんじゃないかなって個人的には思ってます。得意練習もね、変化球球速になったので、そういう意味でも非常に強いかなっていうふうに思います。はい。なので、なんか、いいんじゃないかなっていうふうに思ってます。前のバージョン一応用意してあるんで、一緒に見ますけど。精神ボーナスがまず50にならないとつかないっていうところ。そして、スペシャルタックも先ほどの 80% から 60% にダウン。で、固有に関しても、まあ、コスイベント率アップって、正直マントル以外で今別に欲しいとこないんじゃないかなっていうふうに思ってます。あとは、あれか、戦国高校ぐらいかっていう感じなので、戦国高校とあとシラスか。なんか、遡ればいっぱい出たんですけど、まあ本当に今の環境高校とされてるところでは、まあ入ってこないので、まあそこまでこう気にしなくてもいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。あとは上限に関してもね、4ではなくて2っていう形で、さらに、コントロールと球速、まあもちろん役割が違うので、どこかでねコントロール練習の方が良かったっていう日が来るかもしれないんですけど、まあ来たら来たで先ほどのアイラと一緒でまた取り直せばいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。まあもちろんね、街道が取れてそれを重ねられる新街道、そして精密機械の方もね、同栄面白いことになるんじゃないのかなっていうふうに思っているので、まあそういうところはまあ確かに長くはないなっていうふうに思ってるんですけど、ただやっぱり前の順当なパワーアップを見れば普通に旧バージョンはもうお役御免でいいんじゃないのかなって個人的には思っていたりします。あとはまあこの選択地形ですね、まあ誰を選べばいいんですかっていう話も、まあ4体だったからあまりしなかったんですけど、まあ正直誰でもいいと思います。自分が持ってないキャラクター取ればいいかなっていうところと、あとは解放なしの話をするだけだったらやっぱホールスワンとかがいいかなっていうふうに思います。で、オールスターに関しては、初強化がちょちょって上がっていくっていうところと、技術ボーナスつくだけなので、正直35で重くそ十分です。かつ、まあ、エベル環境で使うんだったら、やっぱりエースの不覚と鉄腕、これが取れるっていうのが非常に大きいので、もうホールスターは普通に取っておけばいいんじゃないのかなっていうところですね。はい。で、まあ、同栄とかはまたどっかで復刻すると思いますし、闇のタッチはね、このエベル環境が終わったら、まあ、使う、かわかんねえっていうところですね。まあ、もちろんルミナに関しては別バージョン来るっていうのがもう予告されているので、まあ、そういった意味では取っといてもいいかなっていう話はありますけど、このエビル環境の中でもね、まあ、今のところは普通にホールスワンでいいんじゃないのかなっていうふうに思います。まあ、解放が進められるんで時点で同栄を使ってもいいかなっていうふうに思いますが、同栄の場合はやっぱ40までは最低上げたいなっていうところはあるので、まあ、そこは考えていただければいいかなっていうところで、思っております。はい、というところでね、最強決定戦も始まったみたいですね。今5時半ぐらいかっていう感じなので、ちょっと僕の方もねこの最強決定戦やらなきゃなっていう感じです。明日の動画多分最強決定戦動画になると思うので、まあそこで頑張っていけたらいいかなっていうところと、まあ本当にアイラも強いし、まあこう、急速変化のキャラ強いのバン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 入ってきてるんで、なんかそういうところに寄せていく方向なのかな、みたいなところと、あとはね、みんなが言ってる2歳のベースバージョン、まだかみたいな。僕もね、2歳のベースバージョン 1年以上言ってるんですけど、まだ全然来ないので、早く来てほしいな、なんていうふうに思ってます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。